ースです。ということで今セントレアに来てるんですが、サムネ見ていただいたら分かるかと思うんですが、まあこちらね、セントレアからどんどん撤退していくお店とか、まあお店自体を閉めるというね、ところが増えてまして、で今後ねセントレアをこう利用していく人の中でね、まあ行こうと思ったのになかったとかね、そういったこともあり得るのかと思ったんで、まあここ最近のね、まあ、セントレアの様子をお届けするついでにですね、閉店してしまったお店とかね、まあそういった変化点をね、まあ皆さんにちょっと、紹介できればなと思っております。まあプラスされたものとかももちろんあるのかもしれないんでね、そういったところを中心にお届けしたいと思います。それで1軒目なんですが、まあ、セントレアに今アクセスプラザという場所にいてね、まあ、名鉄の駅で、電車で着いたらここに来るとは思うんですが、そこの目の前にファミリーマートってコンビニがあって、その横にプロントっていうね、まあチェーン店のカフェがあるんですよね、そちらが3月の7日ですね、2021年の今動画を撮ってる日はですね2月の28日、まあ2月の最終日なんですが、あと1週間ですね、まあ、この動画を撮影してからですけど、まあ、そのプロントは3月の7日で、まあ、営業終了ということで閉店なんですよね、休業じゃなくて閉店です。もうなくなってしまうんですよね、セントレアからね。なので今日まだお昼ご飯私食べてないんで、そこで、プロントでね、まあ、ランチでも食べて、ちょっと様子もお届けしようと思います。とりあえず早速1軒目、行ってみましょう。今日はこちらでお昼ご飯をとりあえず今からね食べようかなと思います。はい、ということで、まあ、日曜日のお昼時ではあるんですが、今お客さん、僕と奥にもう一人お客さんがいるだけで2人だけですね、まあ、こちらのプロントでね、よく出発前で、ご飯食べたりコーヒー飲んだりしてた、方々ね、セントレア使う人たち多かったと思いますし、私も 2,3 回使ったことはありますけどね、まあ、メインでここで食事っていうのはあんましたことないんですが、まあ、今回ちょっとランチの、ね、パスタをちょっと最後ではありますが食べてちょっといろいろ感じたいと思います。ということで、まあ、こんな感じでホタテと菜の花の醤油パスタですね、またアイスコーヒーついて、これちょうど1023円1000円ぐらいですね。セントレアのカフェがどんどんなくなっていくっていうのは非常に悲しいですよね。もうすでにこの段階で閉店してるお店たくさんあるんですけど、ここのプロントまでなくなるとは思わなかったんでね、いやまあちょっと最後噛み締めて食べたいと思います。まあ、また戻ってきてくれることを祈るしかないですね、はい、ということで、まあ、明日から愛知県内のね緊急事態宣言が解除されるということもあるんでしょうか、すごい人がいっぱいいますね。セントレアにそんだけ人がいっぱいいるの久しぶりに見ました。今ちょうどあれをやってるんだ、セブパシフィック LCC ですねのマニラ行きの搭乗が入国手続き中となってますね。あとこちらセントレアホテルですね、私の動画の中でも何回か、ね、このビュッフェとか紹介してますが、今ねランチはもう1月の12日からずっとやってないんですよね。ただですね、この3月の5日金曜日までということなんで、3月の6日土曜日からねまた復活するとねいう話を聞いてますが、まあ、実際まだ公式にアナウンスされてないんでね、わかんないんですが、この今カレーバイキングとかそういったのはね、1600円食べれますよとかやってるんですけどね、それが再開する可能性があるということだけちょっとお伝えしておきますね。3月5日まではとりあえずやってないということになります。それで今からね国際線の到着ロビー側にね今向かってるんですが、これ日本人の皆さんにはあまり直接関係ないかもしれないんですが、海外インバウンドですね、外国人旅行者向けの、まあ、ツーリストインフォメーションっていうのがねあるんですよね。そこで JR のレールパス買ったりとか、まあ、いろいろ行き先調べたりとか案内してくれる、まあ、総合案内所みたいな場所があるんですが、それがねセントレアなくなっちゃうんですよね。個人的にそれが一番びっくりして、もし海外旅行ね、日本に来ようと思ってくれてる外国人来た時のインフォメーションなくなっちゃうんだと思ってね、もうセントレアは外国人のねインバウンド諦めたんですかね。これは結構衝撃だったんで本当に閉まるのかちょっと見てこようと思います。こちらサブウェイもう閉まってますね。一応2月いっぱいまではもう開かないんですね。一応潰れたわけではないです。こちらのね龍華というね中華料理屋の横にあるツーリストインフォメーション&サービスと書いてある外国人向けの、ね、あの旅行案内所ですけど、これもねもう閉まってますね。で閉まってるっていうかもうこれまだ多分古いんですよね。もうなくなるということが決まってまして、もうなくなったんですねこれね。だからもう外国人の人たちを受け入れてこう案内するっていう施設はもうセントレアにないと。ご使用に
いうことになりますね。もうインバウンド当分来ないということで、もう一旦白紙にしたんですかね。そんなことはないと思うけどな。すごいですね。なのでね、お店にこう並べられてた無料のパンフレットとか、そういったものの、ね、名残がこっちの外の方にね置いてありますよ。JR のねパンフレットとか、東海道山陽新幹線って書いてありますけど、とかね、まあこの街歩きで、まあ、日本のマナーというとかね、そういったこういうことをやっちゃいけないよとか書いてあるやつとか、まあそういった割引チケットとかね、トヨタ博物館とかありますよ。まあ、こういったものをこう中で案内してね、いろいろ斡旋したり、案内する人がもういないと、そういう施設すらもうセントレアにはないということですね。まあ、セントレアの中にもね、まあ、いろんな業者さんが入ってて、この Wi-Fi メーカーっていうのもかなりたくさんあるんですが、もうどこも空いてませんからね。もうこういったポケット Wi-Fi のこのレンタルショップなんかもう激チンですよね。いやすごいですね。まあ、去年の、ね、4月の2日からもう空いてないんですよ、ここ。もうすぐ1年ですよ。一応外国人向けの SIM カードのねプリペイドですけど、一応この自販機みたいなやつはなくなってないですね。今でも買える状況ではありますね。これも時間の問題のような気がしますけどね。こちらはですね、多分セントレアの中で今新しく設置されたものの中で一番新しいものだと思います。こちらがね、関ヶ原山水図屏風ということでね、まあ英語、中国語、韓国語、まあその他もろもろいろいろ案内されてね、書いてあるんですよね。まあ日本の歴史をこうリアルにね、まあ屏風っぽくやってるんですよね、画面でね。うん。で、こう動くアニメーションまでこうやってるんですけど、ただですね、さっきも言ったんですが、あのツーリストインフォメーションね、もうなくなっちゃったんで、どうなんですかね。これでも一応外国人インバウンド向けだとは思うんですけどね、これ最近ですからね、設置されたのね。うん、どういうことね、まあそういうプロジェクトの一環でセントレアにも置かれてるだけという可能性もあるんでね、まあちょっと具体的に私も関係者じゃないんでわかんないんですが、一応こういったものもあってね、これもまあ見に来るのも面白いかもしれません。で、まああとは向こうに置いてあったね、屏風と同じようなものですよね。これ何なんだろう、こういう新しい箱みたいなものが置かれてまして、気配の箱とか書いてありますね。一応見るとね、文化庁になってるんで、これも多分インバウンド向けの、ね、忍者とか書いてあるからだと思うんですけど、まだこれ調整中って書いてありますね。まあ、近々多分発表されるかもしれないですけど、こういったものもあります。まあ、ちょうど分かりやすい図があったんで、まあ、言いますと、まあ、ここね、まあいかにも営業してるかのような感じで書かれてますが、この温泉もね、もうなくなってしまいます。今も営業は中止っていうか休業してるんですが、もう近いうちにね、この温泉の設備っていうか、あのお店すらなくなるということを聞いておりますよ。うん。あとこのメイン花火とかもずっとやってないですよね。これ目当てにね、食べに来る人もいるぐらいなんで、これね、知らない人多いんですよね。来たらやってなかったっていうコメントとかよく見るんで、はい、皆さん、もう明夜花火はやってません。宣言明けどうなるか分かんないですけど、こちらのフードコート全般ですね。まあ、全滅ですよ。うん、一つもお店はやってないですね。こうヤバトンとか牛タンとか、フレッシュネスバーガーとか、この辺はやってますね。うん、ボテジューもやってないです。一応この空白があるところはもう完全にもう現時点でお店としてなくなった場所だとは思うんですけどね。もうこうやって見ると1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 10店舗ぐらいなくなったってことですね。うん、ホキコーヒーとか、あとは何がなくなったっけな、鈴波とかもなくなりましたもんね。はい、あとはこのね、吉田商店とか駄菓子屋さんですよね。まあここに来た外国人の方々が結構お土産で買っていくという場所だったんですが、ここももう、ね、4月14日から当面の間って書いてある、これ去年の話ですからね、じゃなくてもうここもお店はもう閉めるということみたいなんで、それでこちらがね、鈴波だった場所ですけどね。うん、まあ、これはもう1月のライブアトマの方でもう完全に閉店ということになりましたんでね、まあ、これは知ってる人は多いと思いますけど、こちらの店とかはね、普通にずっとやってるんですよね。元祖名古屋名物、まあ、台湾ラーメンとか、
ね、有名ですけど、ずっと投資でやってくれてるお店をね、まあ、セントレアを支える意味というか、まあ、働いてる人もね、食事しないといけませんからね、うん、そういったところでやってはいるとは思うんですけど、もう本当にどん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 お店がなくなっていくという現状はね、もう見てて心苦しいですね。ということで、久しぶりにスカイデッキ来てみましたが、ちょっとびっくりするくらいね、スカイデッキお客さんいるんですよね。そう、今セントレア貨物機がすごい来てて、海外からのね、そういった輸入の物資とかが、ね、すごいセントレアに来てるんですよね。それでその珍しい大型飛行機をね、こう見たいっていう人も多いみたいで、すごい混んでますね。まああと日曜日ということで、お子様連れの方も多いですけど、まあこれはね、見る限りは嬉しい話ではあるんですけどね。うん、ただやっぱりこう飛行機乗る人が全然いないというのは変わらないので、見に来てるだけですからね。まあそれでもまあセントレアのためにお金を落としてくれてると思うんですけどね。飲食店とかかなり混んでますからね。最後にですね、セントレアのスカイデッキの真下にある一番景色のいいレストランですね、こちらちょうどあるから 見ますか、はい、こちらの、アリスダイニング、フランス料理のお店ですね、うん、で今ちょうど1月の20日21日から、3月いっぱいまでね、フェアっていうのをやってて、いちごの、ね、デザート食べ放題とか、ね、やってるんですけど、ランチだけなんですけどね、うん、こんな感じで予約で今もうそれだけの営業という感じなんですが、で自分ね、実際このランチタイム予約しようと思って何回も電話してるんですけど、もう3月いっぱいもう満席で来れないというぐらいでね、まあ、ここぞとばかり皆さん食べに来てるんですよね。まあ、それはありがたいことですけど、うん、なのでちょっと今回はその店の前行くだけになっちゃいますけどね。本当だったら今月食べに行く予定だったんですかね、うん、まあ、ランチタイムは11時から14時半までで、まあ、90分か120分か選べるんですかね。4600円か6200円と結構まあそれなりに値段をしますけど、まあ、コース料理ですからね。まあ、今紹介したアリスダイニングは5月の頭でね、もう完全に閉店ということなんで、まあ、結婚式をね、こう空港であげたりとかっていうことももう今後できなくなるということですね。いや、ほんと悲しいですよ。まあ、まだチャンスはあると思うんで、夏頭までにですね、ちょっと食べに来ようとは思ってますけどね。うん、まあ、ちなみにセントレアで結婚式をね、あげるとなると、ここのフロアをね、使うみたいなんで、まあ、ここでね、結婚式あげた人たちも、まあ、いると思うんですけど、まあ、自分もね、結婚するならセントレアで結婚式あげたいなとか思ったりした時もあったんですが、まあそれももうできそうにないですよね。うん。で、こう控室とか、こういったところにうまくね、こうカモフラージュしてありますけど、あったりとかするので、ね、今後こういった施設はどうなるのかなっていう感じはしますけどね。うん。本当に作りも綺麗でね、いいんですけどね、雰囲気も。まあ、私はこの3週間前くらいにこうセントレアにこうね見に来たんですけど、徐々にね来るたびになんか人はやっぱり戻ってきてるなっていう感じは正直受けてます。まあ、飛行機にね乗ってるお客さんかどうかっていうのは分からないですけどね。やっぱり現状今かなり悩んでるお店も多いと思うんですよね。このままやっていくべきか、もう完全に撤退するかっていうね、瀬戸際っていうところですよね。前回の動画でも言いましたけど、まあ、セントレアのね、まあ、どん底、そこはねもう過ぎたというふうに判断してですね、まあ、今後どういうふうにいい方向に持っていくのかっていうところが、まあ、ポイントになってくるのかなと、まあ、思います。まあ、積極的にこうね飛行機に乗ってくださいよって言いにくい雰囲気まだ多少ありますけど、まあ、セントレアの中でこう消えていくお店、まあ、中心にちょっと紹介したんですが、まあ今後空港を利用しようとしている人たちね、まあ、参考に、使ってもらえればいいのかなということで、今回終わりにしたいと思います。以上、スーチャンネルスでした。バイバイ。